さんこんにちは、ダムです。ということで、まあ、タイトルサムネにもある通りですね、なんとですね、私の親友からあるものが届きました。というのもですね、以前の動画でこんな感じで、はい、売ってません。そうなんですよ、日向坂46とカップスターのコラボ商品が売ってないとあんだけ嘆いてました。で、その動画を見た私の親友がですね、なんと送ってくれました。ありがとうございます。まあ、なんだってね、都会に住んでる友達なので、まあ、スーパーをね、何点か回ってくれたみたいで、見つけたぞと LINE をくれまして、送ってくれました。ありがとうございます。動画見てすぐ多分スーパーにね、行ってくれたんですよ、カップスターを探しに。で、なんかこんな感じで、ね、LINE が来たんですよ。いや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 、斎藤違いだぞと。あまりね、坂道のアイドル詳しくない友達なので、危うくね、乃木坂姉さんの方を送ってくれそうになったんですけども、なんとかね、京子ちゃん見つけてくれたみたいなんで、はい、じゃあ開けていきましょう。どんな感じに入ってんだろう。誕生日でもなんでもないんですよ、私なのにね、送ってくれたんですよ。待って、お、これ好きなんだけど、カントリーマームのチョコまみれ、超美味しいやつじゃんこれ。うわ、マジか。待って、お菓子めっちゃ入ってる。待って、ピザパーティー入ってる。やばい、チーク菓子やん。ありがとうございます。待って、めっちゃお菓子入ってる。ディズニーのやつじゃんこれ。美味しいよね、トマトソース味。おつまみのやつだよね。待って、めっちゃ入ってるんだけど、お菓子なんか飢えてると思ってる。待って、何このグミ、すげえレインボーなグミ入ってるんですけど、やば。私こういうの大好きなんですよ、大好物、こういうなんか色のすごいグミ。タラタラしてんじゃねえやです。はい、まあ、もうビールのおつまみにめっちゃ美味しいやつだ。何これストレスや疲労感を軽減、特濃ミルク。どんだけこうストレスを抱えてると思ってるんだろう。はい、ということで、おお、すごい、めっちゃ送ってくれてる。やばい、めっちゃ可愛い。はい、京子ちゃんパッケージです。やば、待って、あ、2種類あるのか。ほら、マジで可愛いんだけど。やばい、待って、何個かある。あ、待って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 、めっちゃある。3人のやつも送ってくれました。キズナーズの3人のやつも送ってくれました。やば、え、待って、これプラス、待って、いや待って、何個送ってくれたの。あ、6つ送ってくれました。ありがとうございます。マジで可愛いじゃん。やばい、これ食えないよ、もったいな。入ってたさ、手紙なんですけどさ、これさ、やばい、嬉しすぎるでしょ。1000人目指して頑張れって書いてます。はい、ということで、本日はですね、親友から送られてきた荷物開封させていただきました。本当にありがとうね、見てる多分見てるかな、見てるかなと思うんですけど、本当にありがとうございます。これ大事に食べます。これ蓋もね、洗って取っときます、ちゃんと。皆さんもね、ぜひカップスター見つけたら絶対買った方がいいです。もう今しか買えないんで、このパッケージは。ということで、本日の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。